腰痛と手足がしびれるようになってしまって、痛い、俺お尻触ってますよ、つかん、痛い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 、はい、ストレッチに今日はくるみやまびこいただきました、ありがとうございます。これはどこの、長野のお土産です、うん、アップルスタッフと一緒に食べます。お名前とご症状をどうぞ。星里恵子です。腰痛と手足がしびれるようになってしまって、それで YouTube 見たら治しますみたいなことやってたので。あ、なるほど。どこが痛いんでしたっけ。腰痛は出産した後、腰が痛い、はい、腰が痛くなって。お名前なんでしたっけ。星里恵子です。なるほど。どこが痛いんでしたっけ。腰、なるほどですね。お名前なんでしたっけ。腰、痛いところどこでしたっけ。腰。なんやねんな、腰腰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 。旦那さんの名前は腰守る。守られてないやないかい。腰が痛いの何年前ぐらいからですか。20年ぐらい前から。介護福祉士だった時にぎっくり腰をやってしまって、そこから悪くなったんですけど、出産したら立てなくなっちゃって、だましだましやってたんですけど、もうずっと痛いままでいようかなって思っちゃいますよね。病院とかに行ったわけじゃないですか。病院も行きました。座骨神経痛って言われて、シップもらってリハビリした方がいいですよって言われてやってたんですけど、なんかあんまり良くならない。なるほど、はい、長野の整形外科のリハビリじゃ良くならなかったって言ってますよ。手はなんて言ったんですか。手は最近なので病院行ってないです。もうずっとしびれたまま。今もしびれてるんですか。朝方だけよくしびれて、動くと大丈夫ですね、はい、YouTube 見てたら僕を見つけたんですか。そうです、最新の動画だと思うんですけど、痛くなくなったら横断歩道を小走りで走りたいっていうふうに言ってて。それ最新ではないな、奈々さんかな。うん、そうそうそう、すごいなと思って、速攻でメールしました。私も絶対この人の受けるって決めて、だから願い事叶ったから願い事叶えてあげようかなと思って。どういうこと。何でもない。願い事叶えてあげる。え、神様なの。いや違いますけど。どういうこと。僕は YouTube 見て印象はどうなんですか。あ、もう絶対なるなと思った。なんで。30年ぐらい整体とかそういったマッサージとか行ってて、治らない人と治る人振り上げてたら治る人だなって思ったから。皆さんどなたか分かるからコメントいただけますでしょうか。彼女は何がいい言いたいでしょうか。実際にすごい神がかってたから、これは行かないとって思って、だからここに来れなくてももう銀座で予約してたから。あ、してんの。え、でもメール来たからキャンセルしました。キャンセルしたのかよ。そう、キャンセルすんなよお前。だってわざわざ長野から来てんだからさ、大変なんだもん。まあね、治すの一時期だから、これから痛いの10年と治すための1ヶ月だったら後者取るよね、うん、はい、っていう人がもうワンスが来ます。神経症状ってものに関しての治療法っていうのが今の現代医学が盲点なんですよ、うん、やってない。なんでか、座骨神経痛で死なない、うん、死なない疾患は本気で見ないじゃないですか。座骨神経痛の治療見たところで治療費がいっぱい稼げるかって言ったら稼げないわけですよ、うん、そうするとそんなに頑張らないじゃないですかっていう僕の推論。一番自分で困ってるなと思うのはどこ。腰かな。腰だけに。やかましい。腰守る。なんか言ってるぞ守君。もし元気になったら何がしたいですか。武術とかやりたいです。習いに行きたい。習い事として武術をやりたい。そうそうそう、体を動かすことは楽しいこといっぱいありますから、うん、腰が痛いの取れたら武術習いに行きましょうかね。じゃあやってみましょう。はい、どうぞ。まあまあ膝曲がってるよね。膝曲がってます、ね、嘘をつくない。そう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 、そのぐらい、はい、はい、どうぞ、うん、そこ痛い。痛いとこまで、ここで来たら痛いってとこで回して、ここそこで痛い、はい、自分の力だけで、足の力で開いてみて、そのぐらい、はい、はあはあ、あなたも噛んでたな、打ち上げて。腰守る、見てるかこれ。腰守る、ちゃんと守んないからこうなっちゃったんでしょうよ。腰守る、繰り返します。これ全然嫁がこれおかしくなっちゃってるでしょうよ。ほら、自分の足見てみ、ちょこだけ打ち上げて。左なんですよ、よくないの、曲がなくて。腰下がる、これ痛い。うん、でも夢にまで見た金子だし、これほらほら打たれるとこんな感じだぞって体験すると分かるでしょ。まぼれさん、あなたの夢言ってますよ。これこれ閉鎖神経、皆さんこちらでございます。閉鎖神経ね、これですね、開脚するときとか足を開くとき、あぐらかくときに使うときなんです。そしてこれをこう、この皮神経ってあって、この神経をどうした？これを痛い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 、腰守るが腰守んねえから俺が守るって、俺が守るって。
来るか。いた！おい、お尻触ってますよ。痴漢！痴漢よ！痛い！誰か！駅員さん！私痴漢に遭ってます！お尻が！お尻触んないで！これ痛いんだよね。それこれなんですよ。痛い指の神経を伸ばすですね。3、2、1。よいしょ。はい、どうぞ。もう行きやすいんだよ。痛い。すごいね。はい、どうぞ。おお。すごいね。いいんじゃない？すごい。おお、いいんじゃない？いける。あ、すごい。おーい、すごい。いやー、すごい。どういうこと？そんなに行く、本当は行くんだね。ここまでね。せー、はい、どうぞ。あ、まあでも行ってんじゃないですか。自分で行きやすいですか。はい、拍手、いいじゃないですか。やった感じは最初が痛かったじゃないですか、うん、あれが10だとすると今いくつですか。うん、素晴らしいじゃないですか。あとちょっとの広したら0になります。出たのこれ。本当ですか。なりました、ね、楽勝です。手のしびれとるの僕超得意なんですよ、うん、指がどこがしびれてるか何神経かもすぐ分かるんで、どっちの方向に引っ張ればいいか分かるんですよ。腰はもうさっきやったようにお腹を押したりするとそれが治るし、腰が痛いって言ってるところあたりの前に股関節開く神経があってすごく固まってましたね。これもどんどんやっていけば多分良くなる。ご感想はどうですか。すごいです。これ維持するために何でもやる。まずは仏壇を買ってもらうんですね。嘘だけど基本的に痛み取るのは手で圧迫されている神経をいろんなところから離して痛みを取ります。それが第一。二、そもそもなんで痛くなったのかで、姿勢がおかしくて悪いのでその姿勢を変える練習をするのが2です。もちろん維持してニューロントレーニングとかいろんなトレーニングがあるんですけど、それをやりたい方はどんどん増えてていわゆるんですけど、ただ治すことだけを目的に考えたら痛くなくなったらもう卒業です。それで何人も卒業してますから。私が本当の腰守です。私が守ります。よろしくお願いします。ぜひ皆さん神経症である人は来てみてください。よかったら初期は来て。よかったね。え、はい、今日大成功でした。はい、ストレッチ役に金子と腰理恵子でした。はい、ありがとうございました。腰守るぞ。いつか会いましょう。私も守って。ちょっと嫌だ。私と金子先生が出演の背徳探偵団は6月15日より日本テレビ系列15局にて順次放送されています。金子ストレッチサンダル新色ブラックが買えるのは日テレセブンショップだけ。7月15日まで特別価格にて販売中です。ぜひオンエアも見てくださいね。金子たらしのインスタグラム毎日更新中。フォローしていただければ金子たらしの銀座でやってるリアルなストレッチ結果が見れます。ぜひご覧ください。それでは。